んこんにちは。稲妻エデュケーションのひなきちゃんでーす。私はこの前までハノイに住んでいました。そこでベトナム人と接する機会が多くあったので、今日は私が感じた日本人とベトナム人の違いを紹介したいと思います。では行きましょう。恋人との連絡頻度、ベトナム人。アンザイチュア、em đang chuẩn bị đi làm nhé. Tại sao không trả lời? Anh dậy chưa? Em đi đây. Tại sao anh? Anh không yêu em. もう私のこと愛してないんだ。私の会ったことのあるベトナム人の女の子はいつでも彼氏と連絡していました。毎日甘いメッセージを送ってくれると愛を感じるそうです。日本人の場合、おはよう、今日テスト頑張ってね。あれ、返事来てない。忙しいのかな。あー、仕事終わった。まだ返事来てない。多分仕事かな。まあいいや。日本人はベトナム人と比べると恋人との連絡回数は少ないです。多くのカップルは1日に 2,3 回しかチャットしません。社会人にもなると1週間に 2,3 回連絡を取れば十分だっていう人も結構います。あと毎日彼氏が連絡してきたらストーカーみたいで気持ち悪いって思う日本人の女の子もいるので、ベトナム人の男性の皆さん気をつけてくださいね。家族との連絡頻度、あよめおい、こんべらい、めあんかむちゅわ。ぼう、ぼうさいは、ぼうどんうんじょっこわにゅうにゃ。ゆざりん。ベトナム人の方って本当にたくさん家族に連絡していると思います。家族に思いやりがあるってところはベトナム人の尊敬するべきところだと思います。日本の場合、はい、お疲れ様。もうお母さん、今仕事中だから後でかけ直すね。うん、ごめん、バイバイ。日本では面倒くさがって家族と連絡しない人がよくいます。実家に帰るとき、ベトナム人の場合、ポンちゃん、週末暇？一緒に映画見に行かない？あー、ごめんね、週末は実家に帰るんだ。また？先月も実家に帰ったばかりじゃない？うん、家族が恋しくて時間があったら実家に帰りたいんだ。ごめんね。私のベトナム人の友達は週末に遊びに誘ってもよく実家に帰るからって断られました。日本では珍しいので最初はすごくびっくりしましたよ。日本人の場合、お母さんただいま。久しぶり。あら、あんた太ったんじゃない？違うよ、妊娠してるの。もうすぐで6ヶ月。ああ、おめでとう。男の子？女の子？男の子っぽいよ。てかお母さん、白髪増えたね。もう年だからさ、染めても染めても白髪が出てきちゃうの。日本人はたまにしか実家に帰らないので、お互いの変化に驚きます。私も1年半ぶりに実家に帰った時、こんなに小さくて可愛かった弟が身長が伸びて大きな大人の男になってた時はびっくりしました。自慢する時、ベトナム人。久しぶり。あら、自転車できたの？私なんか毎日車で出かけてるからさ、羨ましいわ。ダイエットできるでしょう。あ、この時計、この時計ね、スイスで買ったの。毎月海外旅行行くから記念に買うんだよね。 Facebook を見ていると札束の写真や車の前でかっこよくポーズを決めた写真などがベトナム人の投稿として目立ちます。日本人、かなちゃん背高いね、羨ましい。私なんか148センチしかないんだよ。みんなにハムスターって呼ばれるの。かなちゃん化粧すごいね。私なんか化粧下手だからさ。
リップしか塗ってないよ。日本の女の子は身長が低いこと、化粧をしなくても可愛いことが自慢になります。なので SNS のプロフィールにわざわざ145センチとか小さい身長のことをアピールする人が多いです。男の価値、ベトナム人の場合、エンバオニュートイ、25歳？25歳なのにまだいい仕事見つけられてないの？そんなんじゃ結婚できないわよ。何のために大学行ったのかしら。いい年しても定職についてないとベトナム人の男性は何かと言われて大変ですよね。日本人の場合は、アキラくんもう23歳だよね。なのにまだ童貞なの？気持ち悪い。大学で何してたの？勉強ばっかしてたんでしょう。陰キャキモ。最近の若者は早熟で、18歳になっても童貞のままでいるとピーターパンと言われてからかわれてしまいます。以上です。これが私が思う日本人とベトナム人の違いです。皆さん共感できましたか？私のベトナム語が下手なのは気にしないでくださいね。ではこのビデオが面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また他のビデオでも会いましょう。じゃあねー。